お世話になります。一人でございます。謎の場所バグはダイパでの代名詞的存在でダークライとか捕まえることで有名ですよね。で、最近ポケモンホームが解禁されて、過去の作品から剣盾にポケモンを送れるかと思います。となると、ある一つの疑問が湧いてきまくりますよね。それは謎の場所バグで捕まえたダークライはポケモンホームに送れるのかということだと思います。ということで、今回はこれを実際に検証していきましょう。まず大前提として、このバグは初期生産分のロムでしかできないらしいです。見分け方はソフト裏面に記載されているコードの下4桁目が0なら初期生産分だと言われています。ただ確実な保証はないですし、下4桁目が0じゃなくてもできるケースもあるらしいので、あくまで目安としてください。ちなみに私はメルカリで1000円以内で買えたので、初期生産分でも普通に手に入ります。で、やり方についてはすんごく信頼性の高いワザップを見ながらやっていきます。今回はちゃんと他のサイトとかと比べて確認したので多分大丈夫です。あと、このバグは非常に危険との情報がありますので、もしやりたいなら自己責任でお願いします。私は超お金持ちの人間で、新しいのを買えばいいだけなので大丈夫なのです。はい、じゃあ私完全に初見なんですが、頑張ってやっていきたいと思います。で、入る前に一応ね、脱出手段として穴抜けの紐と空を飛ぶを持っといた方がいいです。もしかしたらこれでね、失敗した時に抜け出せる可能性があるということなので、一応持っときましょう。私はちゃんとこんな感じで穴抜けの紐を持っておりまして、空を飛ぶのやつがいるという感じですね。あと波乗りのポケモンも必要なので、波乗りのポケモンも持っておきましょう。その後一応レポート書いておきましょう。それでいざとなったら必ず消せばね戻ってこれるので、基本はこのやり方で戻ってきて、それいざ抜けられなくなったら、先ほど言った穴抜け紐とか使ってね、抜けるっていう感じですかね。で、一番初めにやることはポケモンリーグに来まして、四天王に入っていくと。なかなかいい場所ですね。怖いな。すげえ緊張してくんな。オッケー、行くぜ。一人目来たらここで波乗りを使います。その前にちょっと歩数だけリセットしておきましょうか。はい、じゃあまずここで波乗り使っていきます。普通に波乗り使うことはできないので、必ずこのポケモンのとこからね。それでここで、波乗りを選択してやるっていう感じですね。波乗りができるって、なんでできんだよ。普通にできましたね。これだけで興奮してますぞ私。そしたらまずやることは一歩下に行きます。一歩下に行きましょう。そうすると、ここに陸地に降りたことになりますので、ここから、いろいろ裏技を開始していきます。まずは右に200歩行きましょう。200歩行きますよ。行け。走ることもちなみにできます。いや怖い、すっげー怖い。ここであともうちょい、過ぎちゃったらダメですよ。一歩でも過ぎちゃったらダメだから、70、80。あー怖い。怖っ、超怖っ。4、5、6、7、8、9、10と、これで200歩行きましたね。そしたら下に256歩行くので、その前に歩数計ちょっとクリアしといた方がいいですね。ここでクリアして行きます。行け。いやー怖え、すっげー怖い。あー怖い、怖え。56だから、2、3、4、5、6と、これで OK で、ここでまたクリアしまして、そしたら左に63歩ですね。63歩いけ。あー怖え。60、61、62、63と、これで OK、で、ここで探検セットを使用するということですね。いけるかな。あー、ミスった。バカ、自転車乗っちゃった、間違えて。このやり方あんま私わかんないから、これあんまやったことないから、怖え、今変なことやっちゃった。大丈夫かな。探検セット使っていこうか。使うと、ワイヤレス通信を開始する。レポート、ここではレポートしちゃうんですけど、結局だからここでミスってたらもう終わりっていうことですね、ほぼ。で、ワンチャンでも穴抜けの紐とかで抜けれる可能性もあるらしいですけどね、どうやら。はい、あ、行ったか。え、違う。どういうことこれ。え、これいけてるってこと。は、失敗したもしかして。あ、何もしないで地上に出る。うわ、ミスったかこれ。あ、ちょっと待って、一瞬ミスったか。ちょっと待って待って待って、これやばい。ちょっと動いちゃったらダメ、失敗もしかして。ああ、いけたいけたいけた、やばいやばい。ちょっとミスったかと思った。一応ワザップには何もしないで地上に出るっつったけど、ちょっと動いちゃったけど大丈夫でしたね。で、左に行けばいいらしいですね。ちょっと右に行ってみる。でも右に行ったらどうなるの。あ、新月島。あ、こっから右側から来たっていうことになってるのか。
で左行く。え、すごい抜けてる床が、めっちゃ抜けてるけど、あ、ここ入れんのか。オッケー、来ました。来ましたね。あれ、いないじゃん。え、いないじゃん。え、どうすんのこれ。あ、もうゲットしちゃったってことこれ。え、どうやって出てくんのこれ。マジか。え、ちょっと待て待て待て、そのオチありか。え、ちょっと待って待って待って、はい、戻ってますと、もう一回入り直すとか。え、いないじゃん。え、どうやってなんか呼び寄せるやつとかあったんだっけ。ちょっと待って、調べてみよう。はい、ということで調べたんですけど、どうやらゲット済みっぽいですね。まさかの。マジか、もうすでにやってた人なんですね。ですからちょっと違うソフトでやりたいと思います。とりあえずこっから抜けましょうか。これもう普通の状態になってるので、こっから、抜けるとしたらこうやって行って、普通にこいつに話しかけて戻るっていう感じですかね。はい、こいつに話しかけて、オッケーオッケー、とりあえずまあいいですわ。オッケーオッケー。まあもし終わったらこれレポート書いておいた方がいいでしょう。もしレポート書かなかったら、あの探検セットのところからなっちゃうので、必ずレポートを書いておいた方がいいと思います。とりあえず違うソフトでやってみましょうか。じゃあ、うわ、まだこっちのソフト、ポケモンリーグ行ってないわ。これから行かないといけないんだ。うわ、めんどくせえ。マジか。やっとだ。めっちゃ時間かかった。地味に結構大変だったな。よっしゃ、クリアしたんで、とりあえずチャンピオンロード抜けたんで、もう一度やっていきたいと思います。あ、まだいんの。まあ、知らなかったわ。マジか。ニンニク、え、ニンニクっていう名前なの。あ、ライバルの名前も自分で決められるのかな。ようやくニンニクくんに勝ちました。めっちゃ時間かかったわ。地味に強かった。よし、やっと来た。行こう。オッケー、できましたね、こっちも。うわー、びっくりした。スプレーの効果切れた。怖かった、今何が起こったのかと思った。すっげー怖かったわ。あ、ちゃんと来ましたね。よかったよかったよかった。ここで、はい、行きましょうと。いるかな、ちゃんと。あ、いた。よっしゃ、いたよ。ようやくいたよ。1時間ぐらいかけてようやく来ましたね、これ。で、ここ確かね、レポートしちゃってもいいらしいので、レポートしちゃいましょう。なんだここ、やっぱ捕まえたらいなくなるってことは、さっきの人は捕まえてたってことですね。じゃあ行きましょう。捕まえてきます。うわ、めっちゃかっこいい。これ導入の入る時がめっちゃかっこいいわ。エフェクトがいいね、いいね、いいね。ダークライ来ましたと。捕まえてきますよ。まあここは多分飛ばしますけどね、普通に。電光石火なんか覚えてんの？そんな弱い技、可愛すぎだろ。翼で撃つかな。さすがに死なないでしょ、翼で撃つじゃ。俺は死なないと思う。いや、死ぬんかい。あ、ちゃんと大丈夫ですね。レポート聞いてますね、しっかり。オッケー、やっていきましょう。もう一回ドラゴンクローかな。いや、死ぬんかい、一発で。オッケー、行こう。オッケー。あー、オッケー。あー、惜しい。オッケーオッケー、来たんじゃない。あー、ダメか。オッケーオッケー、あと一回。オッケー、来た来た、ようやく来た。やっとだよ。ダークボールでダークライを捕まえた。すげえ時間があった。めっちゃきつかった。昔のさ、ポケモンさ、捕まえんのきつすぎだろ。何分かかったんだこれ。1時間ぐらいかかったんじゃねえか多分。ゲットにも、人々を深い眠りに誘い、夢を見せる能力を持つ新月の夜に活動する。オッケー、ありがとう。本当に疲れたわ。おっしゃ、じゃあ帰ろう。三好セレに帰りましょう。やっとだよもう。はい、じゃあ行きましょうか。ポケモンセンターあった。いた、ダークライン。いました。すげえ嬉しい。小次郎親でちゃんとゲットしましたと。はい、これちゃんと送れんのかね。まあやってきますよ、これから。はい、じゃあここからブラックに送っていきましょう。ここに行きまして、例のねミニゲームやっていきましょう。推しダウンロードプレイやっていきましょう。はい、来ましたと。はい、ということでこれ多分ね、でもいけると思うんですよね。なぜならば他の動画でも検証してて、ここはね普通に問題なくいけるケース多かったんで。あ、ダークライ行きますね、ちゃんと行きますね。オッケーオッケー。ちゃんと黒になってないですね。黒になってるやつは連れていけないんですよね、本当は。適当に、あとは、適当にルリリでもオッケー。適当にこれでいい。はい、ということで行きましょう。ミニゲームね、これ難しいんだよな。あ、やばい。オッケー、ナイス。オッケー、ダークライ捕まえた。おい、フィニッシュ。時間余らせて、つってた。
余らせてクリアしました。ホッケホッケー、ようやく聞きました、ここまで。嬉しい。はい、遅れてる。ホッケホッケ。ダークライ、ピーチュー、ヌリリ、ニューラ、ゴース、ゴリンクちゃんと遅れてますね。ここは今までの動画でもありましたけど、普通に行けますから、こっから先ですね、問題は。オッケー、ポケムーバー行きますよ。はい、このゲームソフトを使うと。おせー、イラつく。え、ボックスの中に転送できないポケモンが含まれてる？マジか。え、待って待って待って、うわー、転送できない。ここで転送できないんか。マジかー、そりゃねえって。こんな苦労してやったのにざけんなよ。2時間くらいかけてやったんだぞ、ここまで。いやー、ここで弾かれるか。早えな、結構。いやー、最悪。ということで、こんな感じでダークライはポケムーバーの時点でもう送れないということでございました。ということは、ある意味データ上ではこいつはまだ謎の場所にいるのかもしれませんね。